間現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと、そして電話の向こうは大谷記者です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ではまずは今週を振り返っていきたいと思うんですが、今週じゃなくて先週を振り返るのね。あ、先週を振り返るですね。まあ今週でもいいけど、まあそれがどこ、ね、この中間ね、本当にね、はい、いろんな話題ありました、はい。まあ、特にジョッキーに関するものね、多かったですね。ちょっと驚いたのは川田騎手、まあ、2週間の休業ということで、ね、うん、自身のインスタグラムで発表しましたけど、はい、体のメンテナンスということで、ね、はい、あのルメル騎手も休みますけど、また川田騎手もということで、うん、だリーディング1位、はい、2位が2週間いないと、うん、なんかこういうのがこう流れとして出てくるんですかね。まあ、川田ジョッキーの場合はね、まあ、乗る予定だったのをまあやめたということで、うん、はい、まあ、ルメールジョッキーとはちょっと違うでしょうけどね、はいはい、うん、休んでいてもトップはずっとね揺るがない存在なので、ここをもうチャンスとしてこう若手がね、まあ、この2週間はね、はい、まあ、チャンスでしょうね、トップ、はい、頑張ってほしいと思います。で、まあ、ちょっと驚いたの、はい、藤田菜々子騎手。いや、びっくりしましたね。かなりびっくりしましたね。思わず職員さんに LINE しましたもん。あ、相手の方知ってるの？いやいや、違う人。あ、違う人に。まさかお前かと違います、違います、入ってきました、はい、いや本当にあのご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。で、まあ、藤田菜々子ジョッキーといえば、まあ、所属は根本厩舎、はい、はい、そうですね、とてもね可愛がってね、まあ、根本さんといえば、はい、仲がいいのが加藤和弘さん。あ、仲いいですね。よくねゴルフコンペとか合同でやってたりもしますからね、うん、まあ、共にダービージョッキーではあるんだけど、はい、片やね加藤先生の方はちょっと謝罪会見を行う羽目になり、うん、はい、ご存知の方多いと思いますけど、水沼ジョッキーのね、うん、スマホ持ち込みという、はい、これに関してはまあ偽装工作とかもあったみたいなので、はい、まあ、同情の余地はないんだけども、うん、実質騎乗停止9ヶ月。9ヶ月意外と長いなという気がしましたね。今までで考えられる処分の中で一番長いのかな、うん、はい、うっかりとかではなくて偽装してしまったというところにすごく、ね、まあ、公営ギャンブルに携わるものとしてね、まあ、公正確保のためにスマホとか、まあ、そういう通信機器類、はい、そういうのの管理をしっかりしなきゃいけないっていうのはまあ当然あるんだけども、はい、片や函館では少し前に、うん、まあ、ジョッキー2人騎乗停止処分と、はい、まあ、富田暁騎手1週間、はい、まあ、実質1週間ね、池添圭一騎手2週間の騎乗停止っていうことなんだけど、どうなんですかね、こう割に合います、ちょっとバランスがな割に合います、このバランスは正直おかしいと思う。怪我をしてるのにそうなんだ、うーん、という気もしないでもないですよね。一緒のレベルで話していいのかどうか分かんないけど、うん、はい、高校時代ね、これとかさ、うん、あ、はいはい、これとかさ、はいはい、まあ、いろいろ見つかったやつがいるわけですよこれの停止はね1日だったの。うちはの高校はまあそういうことには甘かったんだけど、うん、暴力事件は一発アウト、あ、退学まで行っちゃう。あ、なるほど。もうそういうことにはすごい厳しい学校だったので、はいはい、そういう環境もあって、うん、ちょっと今回のは多少違和感というか、うん、バランスの悪さっていうのは感じたんだよね、はいはい、まあ、いろんなご意見あると思いますよ、はい、これは会社じゃなくて私の意見ですので、ね、はいはい、ね、皆さん思うところあるかと思います、まあ、うん、本当に今週はいろんなことがありました、はい、で、まあ、まともな競馬の話、先週を振り返りましょうか。いや、マニウルス強かったな。強かった。ちょっとまたこの先も楽しみになるような感じでしたね。大谷記者、ヤマニウルス本命にしないんだもん。参りましたね、もう本気なしまあ今回特にレース流れてもね、はいはい、同じような取り口で三馬身ちぎったと、はい、もう本当武豊ジョッキーも力を信じて外から早めにねじ伏せに行くような競馬をしましたね、はい、もう振りとか受けない、うん、この馬の、ね、580キロを超す大型馬で、はい、この雄大なね走りをフルに引き出すような小回りコースでね、そういう騎乗できっちり勝ち切ったあたり、まあさすがですね、もう文句なしです。文句なし。あとはこの先のローテーションだな、はい、本当に、ね、今まで一度として使い込んだことがないので現在も報告中と、うん、さあ次はどこだ、一気に G1 になってしまうのか、それとも、うん、賞金があるわけじゃないからね、まあ、そこのところが難しいんですけど、2着スレイマンもよく頑張ってはいたけどちょっと離されてしまったと、うん、一頭の強さが目立ったな本当に。七夕賞ネットラディエンス勝ちました。
ました。こっちもなんだかんだで2馬身差ついたんだよね、うん、ハンデ戦なのに、はい、まあ共見地球車オープン馬の宝庫だけにさあ、はい、次はどうなるっていう共見地球車って本当短距離馬とかさ、はい、ダート馬ってほとんどいないんだよね。いや本当にもうやっぱり2戦とかね、以上っていう感じのイメージはありますよね。たまにマイルでおいたみたいな感じですよね旧車の対象格ドーデュースはねもうフランス遠征しないで、ね、はい、天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念参戦ということでしたけど、じゃあ他のオープン馬はどうすんだっていうこの路線もいっぱいいますからね、うん、いや本当に2000とか2400とかその辺のレースで重賞で、うん、友道騎手何頭出しなんだろうって結構ありますもんね。あるある、まあ、それと大谷記者ダンディズムまあ見せ場作ったね、うん、結構ペースが流れてポジション的には想定してたよりも前だったんですけど、切れるタイプではないのでこの位置取りが良かったのか、果たしてもう一ためしてたらもう少し姉妹頑張れたかっていうのはちょっとね何とも言えないところあるんですけど、なんとかなんなかったかなって思いながらなんとかなんなかったんですね。いや一瞬やられたかと思った、うん、本当に思いましたね。もうちょっとレース終わって力抜けましたね。レースは流れたし、はい、実際高速決着タダバタ賞らしくない時計でしたし、うん、まあ、それを思えばダンディズム抜けてきたと思ったら、さすがにやっぱちょっと早かったんでしょうけどね、はい、まあ、でも勝ち馬しかり、まあ、2着キングズパレスもねまっすぐ走ってたし、うん、持たれる面をそう見せていたわけでもなく我々の、はい、フレーミングね、いや最後の最後は来たんですけど、最後は来たんですけどね、でも馬券になりそうな雰囲気はなかったな、うん、まあ、ダンディズムと違って、はい、まあ、残念でしたと、はい、まあ、ちょっと展開向いたようでも、うん、あそこまで後ろだとやっぱ届かんのかな、はいはい、それがまあ1分57秒台の決着というのもありましたからね、はい、残念。この分は今週の競馬でどうにかしましょう。さあ、はい、今週の競馬ということで函館記念です。今週は函館記念一択です。でまた函館記念っていうのがでも荒れるんだよな。荒れますよね。こう七夕賞も一番人気来ないみたいな感じですけど、うん、函館記念も同じような感じにしますよね。ある程度芝を使い込んでからの競馬っていうのもあるし、はい、うん、夏場のハンデ戦実力馬から上がり馬までいろんなのが入り組んでの大激戦ということになるんです、うん、が今回一番人気なんだろうな。チャックナイトとかになるんですかね。実績ならチャックナイトだろうけどね、はい、大谷記者これ対抗だったっけ、うん、対抗までにしました。別にもちろん対抗にしてるんで特にケチをつけるところがあっての対抗って感じじゃないんですけど、ね、うん、G2 アメリカ JCC 勝っての 58.5 キロはまあ妥当なところだと思いますし、多少ねババアレット系かかるようになればむしろこの馬にとってはプラスだと思いますね。実力的にしょうがないんだけど実績的にか、はい、18.5 キロって函館記念洋芝だとね過去の例はお客さんなんだよ、うん、このレースで 58.5 キロ以上今まで4頭しかいなくて0004頭、なるほど、洋芝になってからの話です、うん、はい、これ本当に厳しいの。マイネル・クリソーラが引いちゃった16番枠が、うんうん、函館記念どころか函館芝 2000m で16番が勝った例が見当たらない。本当に古いデータってのはもちろん分かんないんだけど、うん、その昔の函館競馬って大体頭数少なかったから、あ、はいはい、で芝2000の16頭立てっていうのを調べても80年代は後半出てこないんだよね。92年ぐらいだったかな最初が、うん、そこから126頭該当して1頭も勝っていない、2着が4回3着1回8枠の2頭はもう印は白三角つけてるんですけど、はい、うん、来たら諦める的なところは僕はあります。じゃあ本命なんでしゃろって話なんですけど、はい、ね、みんな穴馬だからな大谷記者が一番外か、アケルナルスター。まずねこの前洋芝が非常に上手なんですよね。函館札幌本州の競馬と違って寒さに強い洋芝で行われるっていうこともあって適性が問われる部分が大きいと思うんですよ、はい、でアケルナルスターはじゃあまず一昨年ですね、最初3歳時に札幌で利尻特別を勝って、昨年も函館で3勝クラスの五稜郭ステークスを勝って、そして続く札幌日経オープンでも2着に前線しましたね。この時の札幌日経オープン勝ったのがブロザホンです、今や2番馬ですからね、はい、ちなみに3着が先ほど話題に出たダンディズムです、うん、まあその好メンバーの中で札幌で2着した実績もありますからね。前走ともえ賞を使ったんです
ですけど、7ヶ月ぶりで、先ほど枠順の話も出ましたが、この時はね、函館で1008ってなるとやっぱ 2000m よりさらにね、外枠が厳しいコース形態なんですけど、この時16頭立ての15番枠からね、ローチャーポジション置かれたんですけど、残り 1000m ぐらいから動いていって、かなり長くいい足を使っての0秒3差3着でしたからね、オービスケッツが逃げ切る展開だったことを思えば、とても強いレースをしていると思いますし、やはり洋芝の適性は高いなと思いました。今回は休み明け使った上積みも見込めますし、ちょっとね入れ込んだりするようなところがあるタイプですので、滞在での続戦もプラスに出ると思いますので、ここはさらに前進を期待して重賞初制覇を狙ってみました。私この馬無印です、理由はただ一つ、印が回らなかった。まあ、今こうやってね枠順じっと見てね、考え直したら8枠の2頭のうちどっちかの白三角ここに回してもいいかなっていう気はあるんだけど、今更ちょっとそれも言えないっていうのがね、で開けるなるスター友恵賞3着、友恵賞4着のおにゃんこポン、はい、おにゃんこポン私が本命にしました。おにゃんこポンって言ったら京成杯勝ちました。ただそれ以降がなかなか厳しいレースが続いてたなっていう、まあ、1回も勝ってないよね、はい、だったんですが、2走前のメインステークスこれ2着、前走ともえ賞はまあ4着には敗れたんですが、内容そんなに悪くなかったなと思ってて、前残りの展開で最後いい足でまあ追い込んできたっていうところなので、そんなに悲観することもないかな。アケルナルスターよりもおにゃんこぽんの方が上がりの足は0秒1早いです。ともえ賞はねもう別定戦ですから、そこで58キロに対して今回はハンデ戦の57キロで1キロ減、これもプラスだなと。でまあ滞在で2戦目、菱田ジョッキーも連続騎乗で乗れるということで、こうプラスにこう変わる条件が結構あるなっていうところでおにゃんこポンにしました。枠もですね、小島茂調教師は今はちょっと1008がまあ参るかもっていうような意見もあって、でちょっと2000は長いかもしれないというようなことあるんですが、うちで足を貯めてレースができればと言っていたんですが、その希望通りの内枠に入りましたので、これはいいんじゃないかという感じですね。まあこの衣装もね、ホービスケッツは抜けたゴールでしたけど、2着か4着も全く差のないレースだったんで、ここはもう一つ狙いたいと思います。僕はまずね、友恵賞組から選ぶのをちょっとやめたの。あ、その気持ちもすごい分かります。あんまり繋がらないですもんね今特にね、そんなに繋がらないんだ、本番にな。友恵賞って、ちょっと特殊なレースで、おそらくまあ滞在競馬だからっていうこともあるんでしょうけど、本番まで中一周なんだよね、中一周で前哨戦が組まれてるケースって今ほとんどこれぐらいじゃないかな、もっと間隔今どんどん開けるようになってきてね、それを思うとね、今の時代中一周組から選ぶのは難しいかなと、そういうことを言いながらもおにゃんこぽん対抗なんだよ、まあ、友恵賞組で一番見どころはあったと思ってます。友恵賞じゃなければじゃあなんだってなって、僕も穴馬ですね。おにゃんこぽんはどうなんだろう、上位人気にもなりかねないかな。僕の本命を正直これオッズが読めない、2連勝中のエンパイアウエスト、まあ、すごい魅力はあると思うんですよ。今言った通り連勝中であるということ、前走、まあ、パールステークス勝ちましたけど、その前の野島崎特別 2000m1 分58秒にこれね同じ日に皐月賞をやってんだよね、ジャスティン・ミラノのが今年レコードで勝って1分57秒1、 G1 にはね1秒1離されてはいるんだけど、そういう意味でもちろん今年はね皐月賞のレベルがすごい高いのは、それは NHK マイルカップとかねダービーとかでも証明されているので、皐月賞にはさすがにかなり劣りますけど、野島崎特別の時計だってね条件戦では歴代最速なのよこのコースで、実際にラップを調べてみても後半7波論が全部11秒台結構厳しい競馬 で、この時2着だったのが先週の福島で、まあ、楽勝した知らんけど、あ勝ってましたね、はい、もちろん知らんけどの勝ったのも2勝クラスではありますけど、エンパイアウエストを勝ちっぷり、あと中山2戦京都2戦ときて小回り向きの機動力を十分に示した、でまあ53キロの軽半で安城に函館リーディング今年も狙える、まあ、現在先週終了現在でトップですね、横山武史騎手、
配してきて、ちょっと魅力のある穴馬かなと、今まさに充実期と言えそうだし、うん、一発狙ってみました。あんまりね函館記念で牝馬ってそんな来ないんだけどさ、パルグライトとかさ、うん、あ、はい、まあ、そういう例はありますけど、まあでもこれは狙って面白いかなということで、友江賞以外の別路線組の上がり馬を指名です。はい、はい、武田さんはエンパイアウエスト、大谷さんはキルナルスター、私がおにゃんこぽんがもしかしたらこの中で一番人気があるかもしれないってかもな、わかんないな。そもそも一番人気候補もね、魔法ビスケッツ、デビッドバローズ、はい、チャックネイトあたりになるのかもしれないけど、はい、みんな外行っちゃったからね。そう、外なんですよね。だからこれはちょっとどうなるかですよね、うん、オッズの方もちょっとわからないなっていう感じですね、まあ、人気も相当割れるだろうな、まあ、一つ救いなのは今んとこずっと晴れの予報で、今年両馬場の見込みって感じ。さあ函館記念馬券どうしましょうっていう話です。はい、おにゃんこポンから馬連でいきたいと思います。相手がですね、3番の、ね、武田さんエンパイアウエスト、そして5番のサンストックトン、11番の大谷さんのアケルナルスター、13番デビッドバローズ、15番チャックネイト。ホービスケッツを切ってしまうというのはいいんでしょうかね。いいんでしょうかね、まあ、いいんでしょうかね。まあでも、はい、そうします。分かんないよ、トモエ賞から連勝って本当ないからね、うん、ないからね、うん、そうなんです、はい、やっぱトモエ賞勝ったことによってハンデ増量っていうのもあるし、うん、はい、逆にトモエ賞負けた口がハンデ軽くなるっていうのもあるしね、うん、はい、大谷記者決まってますか。武田さんからも印回んないとかって言葉も出たように、本当ね、いろいろここ印が回んないところがあって、なんと私武田さんの本命エンパイアウエストも目黒さんの本命おにゃんこぽんも印が回りませんでした生まれんとかだと当たる気がしないんで、アケルナルスターの単勝副勝でいきたいと思います。まあ、馬券はシンプルがベストかもしれないんだよ ね、本当に、まあ、僕もね本当抜ける心配あるんで、エンパイアウエストの単服が本戦、単勝はまあオッズ次第で割と、うん、一杯目みたいな感じ、はい、気になってるのが、まあ、これまあ言っちゃうと枠順見る前にほぼ印つけてるんですよ、うん、まず、はいはいはい、それを動かすか動かさないかで大概ろくな結果にならないから動かさないんですけど、うんうん、今回俺本命対抗黒三角って 1,2,3 って引いたんで、はい、まあだったら、まあ、ワイドでおにゃんこポン、はい、2番3番大本線、あとまあサボーナ1番3番と、まあ、2点いこうかなという感じですね、はい、まあ、武豊ジョッキーのデビッド・バローズってのも気にはなるけど、はいはい、今週バローズ祭りの可能性もあるんでね、うん、まだヤンキー・バローズの結果が今の時点で分からないっていうのが ね、そうなんです。と大谷さんはアケルナルスターの単服、武田さんも3番のエンパイアウエストの単服、そしてワイドが2番3番1番3番でっていうことですね。はいはい、私は生まれんで、おにゃんこぽんから5点流したいと思います。現代その他の予想陣の本命はこちらです。日刊現代競馬紙面や競馬ホームページにゴー。今週の日曜日は重賞が1つだけということで、函館記念についてたっぷりとお届けさせていただきました。参考になりましたでしょうか。まあ本当両馬場でやっていただきたいなっていう感じはありますよね、うん、良くも悪くも函館記念らしからの結果になるかもしれない、うんうん、そうですね、うん、ということでぜひね、あの当日までじっくり考えていただいて、ぜひ紙面の方もお買い上げいただきながら参考にしていただければと思います。そしてチャンネル登録もぜひお願いできればと思います。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価の方もよろしくお願いします。ということで今週はこの辺で失礼いたします。どうぞ皆さん頑張ってください。